阪急8000系電車。阪急8000系電車は、阪急8000系電車は、阪急電鉄が1988年、昭和63年に導入した、神戸線、宝塚線、総称新宝線向けの通勤系電車である。1989年、昭和64年1月1日の梅田駅9時42分発、宝塚線の初モーデン時特急で、 営業運転を開始した。本校では、解説の便宜上、梅田た方先頭闘車、回、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として、記述、例、8000以下8両編成イコール8000回、8035以下2両編成イコール8035回する。1987年に、阪急電鉄の創立80周年を迎え、1990年には、 営業開始80周年を迎えるのを機に7000系の後継として登場した新形式が8000系である。本系列落成後2000年代前半まではそれまでの半球の看板車両であった6300系に入れ替わる形で同社の広報誌や時刻表などの表紙を飾るなど自社発行の数々の広報誌に看板車両としてこの800系が掲載されていた。 車体は7000系をベースとしたアルミ製である。車体外反幅は7000系アルミ車と同じ 2730mm。車体長は連結面間を変更せず 100mm 伸ばし、中間車が 18400mm、先頭車で 18480mm とした。当初は京都線7300系で確立した車体寸法統一の採用を検討したが、中津駅で、 神戸線上り線と宝塚線下り線の線路間隔が確保できず、拡張も困難なことから断念された。正面のデザインは大幅に変更された。円が一段飛び出した額縁スタイルと呼ばれるものとなり、窓は髪型に拡大して行き先表示幕を取り込み、貫通扉と仕切る扉は下方に拡大して、背の低い子供でも展望が容易になった。東部は、 角型のものが採用され、全体的に角張った印象となった。初期の車両の全面相関には、飾り帯が設置されたが、短期間で撤去されている。側窓は上下に50ミリメートルずつ拡大され、それまでの手動からドアに隣接するものは、圧縮空気によるボタン式へ変更、その他は固定窓となっている。また、車体上の雨戸位置がわずかに高い。 乗務員扉の窓も客室窓と同じくサシュ式。乗務員扉横の手すりが無塗装ステンレスであるなど、7000系とは微妙に仕様が異なる。外部塗装は、それまで6300系のみに採用されていた、屋根型部分のアイボリー色塗り分けが採用され、屋根型の塗り分けは後に7000系以前の系列にも波及したが、全面飾り板は採用されず、 後に本系列のものも撤去された8005回以前の車両に飲み付けられ8006回以降は心臓時から取り付けられていない。主回路制御は2 2 0 0系で実用試験が続けられていたジートサイリスタ素子による東芝府中工場 CVVVF インバータ制御が本格採用された。将来の速度工場にも対応できるように 主電動機定格出力は7000系の 150kW から 170kW に向上され、定格回転数は 1800rpm、最大回転数は 5000rpm であり、2000系以来装備されていなかった低速制御装置を装備している。ただし、半球部内では8000系以降は、この装置を打量制御装置と呼んでいる。なお、 軌道加速度は 7000k の時速 2.8kmS より少し落とされて、時速 2.6kmS となった。8行編成で 4M4T を基本としているが、3M5T でも落成当時のダイヤで運行が可能な性能としていた。新方線の車両としては、東芝製マスコンを装備して製造された最後の形式である。8002から8007までは、 神戸、宝塚方かか2両がクロスシート車として新造された。8001回は6両編成で登場後、中間車を心臓挿入し8連化された。8020回は6両編成で登場したが、阪神、淡路大震災後の1996年に中間車を心臓挿入し8連化された。1992年には造血用の2両編成が登場した。 8033回以降は前面がくの字に傾斜したスタイルとなっている。8033回から8035回は二次車と呼ばれる場合もある。1997年登場の増結車は8200系に準じた仕様となり、8040型と呼ばれる三次車と呼ばれる場合もある。1989年から1992年に、 製造の8002階から8007階は、編成の西、新海地、宝塚より2両の座席が、セミクロスシート構造で製造された。扉間が2人掛け4脚2列で、中央2列が、電管式、クロスシートとなり、なお、クロスシート部分は、座席の数に対して、窓が3つのままであるため、窓割りと合っていない。1991年製造の8006階からは、 全面の飾り帯が廃止された後に既存の編成も撤去。1992年製造の8020回は他が8両編成で投入されたのに対し6両編成で投入されたことから半球の流儀で各社の車両番号かけ桁09から19を飛ばして8020体と不満されている。このうち半身、淡路大震災後に組み込まれた8620。 および8790は、室内の風洞形状や扉脇の握り棒の取り付け部が他の本系列と異なり、同時期に製造されていた8200系に近いものとなっている。一方で、8200系および8315階で採用されていた、車内案内情報装置の設置や日よけのカーテン化は行われていない。また、この2両は、伊丹駅で、 被災廃車となった3 1 0 0千3 1 0 9と2 0 7 1二2 0 8 7の代替製という名目で製造された。1992年から1993年にかけて宝塚線の朝ラッシュ時の重量編製造発のために増結用の二両編成が6本製造された。電動車率の調整と連結されなくなった8550。 型が搭載していた機器の搭載のため、新海地、宝塚型の戦闘車はモーターを積んでいない、新形式、8150系が起こされた。また、8000系の車両番号はやはり半球の流儀で、下2桁21から29を飛ばして830体となっている。台車は、当時廃車が進んでいた5200系の、廃車発生品が流用されている、3300系。 5000系の台車 FS369 に類似。ただし、8155のみ台車は新造。1993年度製造の8033回以降は、全面デザインが額縁に変わって中央部が区の字に膨らんだ形状に変更され、車番の位置が全面貫通扉下部から右層下に変更された。また、この車両から、 前面の表示幕が大型化されている。変更に至った理由は、8000系列が従来車に比べて、走行時の列車風が高いことや、先頭車が汚れやすいことが問題視されており、これらを解決するためである。乗務員室の設計変更量を抑えるために、傾斜角はわずかとなったものの、阪急電鉄が製造した車両としては、初めての流線型となった。 1997年2月には、さらに増結用編成が、宝塚専用に2両編成3本製造された。電動機は2 0 0ット3機、両、台車はモノリンク式、ボルスタレス台車。終電装置はシングルアームパンタグラフと8200系と仕様の機器を搭載していることから、車両番号はさらに下2桁36から39が飛んで8040体となった。 このグループは機器が大きく異なることから競技には8040系と別形式に区分されている。また、前面は8033階を基調に窓ガラスが下方に拡大され車盤がガラス内に取り込まれた伝承式となった。また、扉上部に LED 式の車内案内表示装置が追加され、日よけもアルミ製の鎧戸から巻き上げ式カーテンに変更された。 8002回の深海地方の8 1 0には空気抵抗に対する実験的要素で全面下部のライト周りを一段高くした形状となっていたが2012年に左右の額縁を削る形態に変更同時にライト周りの高さは落成当時と同じレベルに戻された落成当初は通常形態でこれは後年の改造によるものである8001回の8001も 同様の改造が行われていたが、こちらも新型 VVVF インバータ試験の際に再改造。8008回は、阪神・淡路大震災の後に、終電装置が交換され、全面が、額縁タイプの8両編成で唯一、シングルアームパンタグラフ搭載するという特徴的な編成となった。8 3 3回から8 3 5回と8 4 0型は、 製造時点では、全面のアイボリー塗装は、窓部分を避ける形で塗り分けられていたが、1998年以降、全般重要部検査の際に、全面上部をすべてアイボリーで塗装するように付加された、塗り分け境界線が、全面窓を横切る格好となった。2007年9月、神戸専用の8 0 0 1階が、全般検査出場した際に冷房装置規制。 カバーが7000系リニューアル車と同じタイプのものに更新された。2008年3月には、神戸専用の8031階の埋め高田方、戦闘車8031の前面左右の額縁を浅くする改造が行われ、車両番号の位置が全面貫通扉下部から右側の倉庫に変更された、深海地方の8151は変化なし。また、 同年10月には8003回、2009年には8020回、2011年には8000回、2012年には8008回、8001回、8002回の順で、2013年11月には8032回、新海地方の8 1 5 0には変化なしが、戦闘車両の全面枠口を改造する工事が行われ、 神戸線所属の額縁タイプ全編成に施行された中間封じ込めの車両を除く。ただし8000回以降に改造された車両は額縁を削る量が控えめになり、車両番号の表記位置も改造前のままである。初期の改造車である8031回、8003回、8020回は2012から2013年にかけて8000回以降と同形状の額縁に、 再改造された、車番左側運転席の倉庫のまま。なお、宝塚線所属車と、8300系については、この工事は行われていない。2009年3月には、神戸専用の8008が全般検査出場した際に、クーラーキセとパンタグラフが交換されている。パンタグラフは、シングルアーム式のままであるが、5000系及び5100系5128回。 9 0 0 0系、9 3 0 0系と同様に、終電船日本タイプに変更されている。2009年1月現在、8000回、8001回、8002回、8003回、8008回、8031回のワイパーは、銀色のものから黒色のものに交換されている。2015年より全消灯が LED に交換された編成が発生し、現在は、 全編成の交換が完了した。時期は不明であるが、8033回、8041回は、窓ガラスがすべて緑色の UV カットガラスに交換されている。8001は2012年8月から、東芝製ジーテを、VVVF インバータを取り外し、新型の東芝製4イン1、VVVF インバータに、主電動機定格出力は1 9 0キロワット。 定格回転数は 2000rpm を永久磁石同期電動機に換装し実用試験に供されている。従来の誘導電動機と G 手を再リスタ素子を用いたインバータと比較して、立候の消費電力量約10%削減、改正電力量約85%増加、トータルで約50%の消費電力量削減結果を得られることが実証された。これにより、 PMSM が1000系及び7000系更新車、2016年度以降、で本作用へと至り、2016年には、残りの車両も足交換が実施された。その後も8002回、8004回、8005回も、同様の交換がなされている。1本目の8000回は、宝塚線に投入された。落成は1988年であったが、 実際に営業運転を開始したのは翌1989年1月1日からだった。これは本系列が VVVF インバータ制御車であり、制御装置から漏えいする高周波ノイズが電気回路に与える影響を試運転時に様々な条件下で確認する必要があったためである。また、同編成は営業運転開始時から1ヶ月間。 デビュー記念のヘッドマークが取り付けられる予定であったが、同月7日に昭和天皇が崩御したため、当該ヘッドマークは、同日の運用をもって取り外された。2本目の8001回は、最初6両編成で、神戸線に投入され、今津北線運用に充当された。その後、梅田方から2両目と5両目に8601.8781を組み込み8両化。 編成調整のため一時宝塚線で運用された時期もあった。3本目の8002回から8本目の8007回までは神戸、宝塚方の2両をセミクロスシート車とした。8002回、8003回、8006回が神戸線、それ以外の編成が宝塚線に投入された。神戸線では1959年にロングシート化された810系。 以来30年ぶり、宝塚線では開業以来初めてのクロスシート車となったが、乗客からの評判は、今一つ、特に、神戸線であったと書籍での記述がある。後に、宝塚線の8両編成を、クロスシート車で統一する目的で8006回と8000回とが、交換され、8000回は、神戸専用、8006回は、宝塚専用とされた。 1992年には再び全車、ロングシート仕様にて8008回と8020回が神戸線に投入された。8020回は編成長が6両に制限される、西洋電気鉄道本線スマウラ公園駅までの乗り入れや今まず北線の普通運用にも満たされたこともあった。1995年1月17日の阪神、淡路大震災で、 神戸線が被災し、西宮北口駅三宮駅間が普通となった、あと、宿川伊勢の部分復旧した区間では、モーターのメンテナンスが容易な本系列が、集中投入された。阪神、淡路大震災後の1996年、6両編成の8020階の、梅田方から2両目と6両目に新造された8620。 および8790を組み込んで8両編成となり、神戸線専用となった2018年現在でも、今津線には朝ラユ時の準急とその送り込みの改装で運用されている。1997年に宝塚線より、野瀬電鉄へ直通する日清エクスプレスの運行が開始され、8000系は4編成が充当された。乗り入れ対応の8000系は、 無線アンテナが2本、片方は、野せ電鉄明県線、日清線乗り入れ用となった。8040回と8041回は2015年6月に4両編成に組み替えられ、6月18日から、美濃線で営業運転に入っている。8両編成は、神戸線、宝塚線ともに、すべての種別に充当されている。 2両編成は主に朝ラ主時に8両編成と連結しての10両編成蘇生に使用されるが、神戸線所属の8031回、8032回、8035回と、宝塚線所属の8030回は、普段は7線系の6両編成、宝塚線は7線系の4両編成プラス2両編成と連結し、本来の用途とは異なる8両固定編成として運用されている。 8031階から8033階は宝塚線配置であったが、神戸線の8両を増やす際に宝塚線から転属している。2018年7月現在、98両が在籍している。神戸線用は、8000階から8003階、8008階、8020階の8両。 編成6本に48両と8031回から8033回、8035回の2両、編成4本8両の計56両が西宮車庫に在籍している。宝塚専用は8 0四4回から8千0 7回の8両、編成4本32両と8030回、8034回、8040回から8042回の2両、編成5本10両の 計4 2両が平井車庫に在籍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。